クラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップクラシック、先頭に立つのは何か。アイネスプーギンが先頭に立ちました。そして2番手に7番 USS ケープ、ちょっと離されまして2番エイシンフラッシュ、それから成田ブライアン、バベルグランドがその後ろ、そしてそのうちに9番ゴールドシップ、外から一気にレイデオロが上がっていきました。そしてその後ろから1番リスグラッシュ、その外にウィニングチケット、これが1番人気のセームズレーズ、外を通りましてウィニングチケット、そしていたいたセーヌグレーブとメイヤー、さあまばゆい直線を駆け抜けて世界最速を名乗るのはドロンマか、セーヌグレーブ直線の伸び足はどうか、頑張る頑張る USS ケープ、ここからどう伸びるか、ゴールドシップアイネスプーギンが3番手、先頭変わってバベルグランド、何か突っ込んでくる、内を救ってセーヌグレーブかゴールドシップが2番手、グラディアグランドも懸命に追う、依然先頭バベルグランド、おーっとセーヌグレーブ来た来た、ものすごい足だ、間から懸命にグラディアグランド先頭、岩田とバベルグランド、セーヌグレーブ先頭1着1番セーヌグレーブ、ワールドブリーダーズカップ2勝目、獲得賞金は19万倍突破。